こんにちは、秋葉人です。毎年子どもの日が近くなると柏餅を買ってきては家族みんなで食べますよね。都内にもいろんなね、こう和菓子店があるんですけども、毎回毎回同じような感じだとだんだんね、子どもたちも飽きてきちゃうんですよ。しかも今は和菓子というよりはどちらかというと洋菓子、ケーキだとかね、そういうものに走りがちですよね。やっぱり昔ながらの伝統でもありますし、こうね、やっぱ柏餅を食べてもらいたいんですよね。それで自分が子どもの頃どうだったかってね、ちょっと思い出してみると、毎年ね、違うところの柏餅がね、あったような気がするんですよ。当時おばあちゃんがやっぱり和菓子が好きで、いろんなところでね、こう柏餅を買ってきてはこう家に置いといてくれたんですけども、それで僕も毎年ね、柏餅をバカ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 食べては、あ、ここのは美味しいとか、ここのはね、うんとかって言いながらね、食べてた思い出があります。そこで僕も子供たちにもう少しね、和菓子に親しんでもらおうということで、こうネットでね、見てたんですよ。それで今回この柏餅を見つけてきました。都内ではなくて静岡県の富士宮市になるんですけども、いや、今回ね、行ってみて本当良かったと思います。天気も良くて、すごくね、くっきりとこう富士山が見えるんですよ。いやいい感じでしたね。ということで僕は今回静岡県富士宮市まで行って買ってきた柏餅はこちらです。和洋菓子店光月堂さんの柏餅です。それでは早速開けてみたいと思います。はい、こちら柏餅、つまりですね、犬の形をしているんですね。そしてここにイチゴが入ってるんですけど、これがですね、まあ、ベロの代わりっていう感じですよね。それでは早速いただいてみたいと思います。昔ながらのこの柏の葉でね、包んだものです。だからね、香りがすごくいいんですよ。しかもこの犬の形がですね、すごく可愛らしいですよね。それではいただきます。うん、この目のところはチョコレートなんですね。で、いちごが甘い。そしてこの中のあんがすごくね、あっさりとしてて、硬すぎず柔らかすぎず、そして甘すぎることないので、いや、これね、僕あんこかなり好きなんですけど、これは美味しいです。すっごい優しい感じがします。はい、うん、周りのお餅も弾力があって、いや、いい感じですね。そして中に入っているいちごなんですけれども、これ静岡県の富士宮市あたりでこう流通しているようないちごで、レッドパールさんというところの紅ほっぺという種類みたいです。この光月堂さんの作るケーキとかね、そういうものにこういちごってこうハマってるじゃないですか。それは全部この紅ほっぺを使用してるんですね。すごく地元では愛されてるみたいで、今回僕も行った時に、この光月堂さんのご主人がこのいちごをね、ぜひね、見てくださいというので、まあ、連れてってくれようとしたんですよ。それでまあ連絡するじゃないですか。したらね、ゴールデンウィークだったので、いちご狩りとかですごい忙しいと。で、併設されてこうカフェとかもやってるらしいんですけど、やっぱりそちらも忙しくてですね、いや、今回ちょっと迷惑になるので、また次回来ますという形で、まあ、連絡はしたんですけども、食べてみて本当にね、美味しいいちごですね。酸っぱくないんだもん、すっごい甘いんですよ。地元の和洋菓子店なので、まあ、限定30個ぐらいをね、1日に作ってるみたいなんですけど、完全手作りなので、そんなにね、大量には作れないみたいなんです。そして親子2代でやってるんですけど、自分たちのね、こう作れる範囲で販売をしていくっていうスタンスで、すごくね、一個一個がなんか丁寧に作ってあるっていう感じがしますね。いや、これはね、久しぶりになんか昔ながらの柏餅を食べたような感じがします。そして柏餅っていうと必ずこのね、柏の葉に包まれてるんですけど、これね、なんでこの柏の葉を使用するのかなと思ったら、確かに香りもいいですよね。それだけじゃなくて、この柏の葉というのは新芽がね、育つまで決して落ちることがないそうなんです。つまり子孫繁栄、家計がね、絶えることがないという縁起を担いだものらしいです。今回富士宮市に行って、この光月堂さんとね、お話をちょっとさせていただいたんですけど、僕とね、同世代ぐらいなんですよ。息子さんの方が、お父さんの方が和菓子職人で、その僕と同世代の方が、まあ、洋菓子の方の職人という形で、親子2代で営んでるお店なんですけども、いやー、あったかいですよね。すごくいろんな話ができて、共感できる部分もかなり多かったんですね。本当今回は行ってよかったと思います。きっとうちの子供たちも可愛いって言ってね、食べてくれると思います。
ということで今回は静岡県西富士宮市にある高月堂さんのこの柏餅、犬の形をした柏餅ですね、こちらを購入していました。これ僕的にはねかなりお気に入りですね。ぜひお近くの方は試してみてください。ではまた。